7。解読し得たすべての物語は間もなくミスカトニック大学の公式起用に掲載されるであろう。ここでは特に目を引くハイライトのみをざっくばらんにスケッチすることにする。神話であろうとなかろうと。彫刻はかの星型頭の生物が宇宙空間から8世紀の生命なき地球に到来したことを語っていた。彼らの到来を。また折々宇宙の開拓地へと乗り出していった他の諸存在の到来を、彼らは巨大な翼に乗って星間のエーテルを渡ることができ、考古家の同僚がだいぶ昔に話してくれた不思議な丘の伝説を奇妙にも裏付けていた。海中にもかなりの頭数が居住しており、ファンタスティックな都市を建設し、未知のエネルギー原理に基づく複雑な装置を用いて名もなき敵と死闘を繰り広げた。間違いなく彼らの科学知識及び機械技術は今日今日の人類を遥かに凌駕していたものの、必要に迫られない限りそれらを広範かつ精密な形では応用しようとしなかった。一部の彫刻は、彼らが別の惑星の上で機械生命体の段階を経ていたものの情緒面で満足が得られないため撤回したことを示唆していた。彼らの生体組織は超自然的に強靭であり、生まれつき簡素な物資のみを必要としていたので、特殊な機械装置の助けを借りずに工事空間で生きることができ、時折周囲の環境から身を守るために用いる他はがいいもいらなかったのだ。彼らが初めて、入手可能な材料と長く知られてきた手法とを用いて、地球生命を作り出したのは海中でのことだった。初めは食用に、後には別の目的で、宇宙から現れた種々の敵を殲滅して後、さらに手の込んだ研究が行われた。彼らは他の惑星でも行ってきたように、食料として必要な分だけでなく、共同体が必要とする重労働に刺激するための一種の多細胞性の原型質の塊を作り出し、これは催眠術による命令で一時的にどんな種類の器官の形でも取ることができるため理想的な奴隷となったのだ。この粘性のある塊はアブドゥル・アル・ハズレットが恐怖のネクロノミコンの中で、ショゴッスの名で囁いたものに相違ない。もっともこの狂えるアラブ人はショゴッスについて一種のアルカロイドを含む薬草を噛んだものの夢の中にのみ現れ、実際には地上には存在しないとほのめかしているのだが、星型頭の古き者どもは単なる食料と十分な量のショゴッスを合成した後、様々な狙いのもとに他の細胞集団を動物や植物の形態に進化させ、その中で面倒を起こすようになったものについては全て駆除した。伸長すれば大変な重量物でも持ち上げられるショゴッスの助けによって、小さく背の低かった海中都市は瞠目すべき巨大な石の迷宮へと育ち、それは後に陸上に建設された都市にも負けないものとなった。確かに、高度の適応力を持っていた古き者どもは、宇宙の他の場所において陸地に住んでいた経験が豊富で、そこから多くの地上建設の伝統を引き継いでいたのだろう。我々が歩んでいた悠久なる死の通路に掲げられたものを含み、彫刻に残された古代3期の都市の建築様式を片端から調べていくにつれ、自分たちにすら説明しようとしたことのない奇怪な暗号に印象付けられた。我々を取り巻く現実の都市では建物の頂上部分は風化してしまい、幾時代も前に形なき廃墟と化していたのだが、朝浮き彫りにはそれらがはっきりと描かれていた。おびただしい数の針のような尖塔が周村がし、いくつかの円錐と角錐の頂上には繊細な彫花があり、スカラップ状の薄く水平な円盤が何層にも重なって円筒状の柱のてっぺんに乗っていた。これはおぞましく不吉な蜃気楼で見たそのままではないか。こんな特徴を持ったスカイラインなどこの首都からは何万年も前に失われてしまっていたというのに、哀れなレイクの不運なキャンプに初めて接近した際、
あの計り知れぬクルエル山脈を越えて何も知らぬ我々の目の前に浮かび上がってきた蜃気楼だ。海中に始まりの地に地上へと移民していった古き者どもの生活については、万巻の書物を表すことができる。浅瀬に住んでいた者どもは頭部にある5本の視触手の先端の目をフルに活用し続け、極めて普通の方法で彫刻芸術及び著述をたしなんだ。書き物は耐水性のワックスでできた表面にスタイラスで行った。深海で生活する者どもは奇妙な輪行性生物を光源にしていたが、視覚の補助として頭部のプリズム状繊毛を通してもたらされるほのぐらい空間感覚を援用した。この感覚のおかげで古き者どもは緊急の場合光なしでもある程度やっていけたのだ。彼らの彫刻及び著述の方法は時代を下るにつれ奇妙に変化し、明らかに科学的なコーティングを伴うようになったのだが、おそらくは輪行性を保つため、そのコーティングのプロセスについては浅浮き彫りからははっきりしたことはわからなかった。海中では一部には、側方にある海百合状の腕によって、泳いだりまた一部には義足を持つ下部の触手層によってのたくったりして移動していた。時に俳句組下の折りたたまれた線上翼を補助的に用いて長距離を滑降したりもした。陸上では局所的な移動には義足を用いたが、しばしば翼によって相当高くまた遠くへ飛行した。海百合状の腕が多く枝分かれした先の細い触手はこの上なく繊細。柔軟、強力で、正確な神経、近協調作用を有しており、あらゆる芸術その他の手を用いる作業において、類まれな技巧と手際を発揮した。者どもの頑丈さは信じがたいほどだった。最も深い海底の恐れるべき水圧すら彼らを傷つけることができないようだった。暴力以外で死ぬ者はごくわずかであり、埋葬地は極めて限られていた。埋葬の際は垂直に遺体を立てその上に刻印のある五芒星型の塚を作ったという事実を描いた彫刻を見た後、ダンフォースと私の頭の中にはいくつかの考えが浮かび、そのため一息入れて立ち直るための時間を必要とした。その者どもは奉仕によって、レイクの推測通りシダ植物に似た方法で、増殖したが、非常な強靭さと長命ぶりの結果補充すべき人口がなかったため、植民すべき地が新たに現れない限り大規模な全幼体の発生は奨励されなかった。若い個体は迅速に成長し、我々に想像し得るいかなる水準をも明らかに超える教育を受けた。高度に知的かつ美学的な生活があまねく広がり、永続的な慣習と制度ががっしりと組み上がっていた。これらの社会制度については出版予定のモノグラムの中でたっぷり記述するつもりである。海と陸では若干の相違があったが基礎ないし本質において共通していた。植物に似て無機物から栄養を得られたのにもかかわらず、有機物、特に動物の肉をことの外愛食した。海中では海生生物を生のまま食べたが、陸上では食材を調理した。狩猟を行い食用の家畜の群れを飼育した。屠殺には鋭利な武器を用い、これが我々の調査で示されたいくつかの化石骨状の奇妙な跡の原因となった。常識的な範囲の温度には驚くほど見事に耐え、凍りつく水中でもそのままの状態で生きることができた。しかしながら、更新魚の代表期、約100万年前だ、が近づいてくると、陸上生活者は人工的な暖房を含む特殊な手段を取ることにした。ついに絶望的な寒さが彼らを海中へと追い返すまで、伝説によると、有史以前の星間飛行では、彼らはある種の化学物質を吸収して、食事、呼吸、温度に影響されない状態になった。だがこの大光力の時代にはこの手法が途絶えていた。いずれにせよ人工的な状態を損傷なしにいつまでも維持することは不可能になっていたのだ。つがいを作らぬ繁殖物的な構造のため、古き者どもは哺乳類の生活における家族という段階を持った目の生物学的基盤を有していなかったが、スペースを快適に活用しようと大きな世帯を組織し、絵に描かれた同居人たちの職業や娯楽から推測するに、これは気心のあった相手との精神的な付き合いを求めてでもあった。
部屋の造作については、大きな部屋の中央にあらゆる調度類を集めて、壁面をすべて装飾に当てられるようにしていた。陸上生活での照明はおそらく電気化学的性質を持つ装置によってなされていた。陸海ともに、奇妙なテーブル、椅子、円筒状の枠を持った。休息や睡眠は触手を下ろした状態で直立したまま取ったから、ソファを用い、点を打った平面上の物体を蝶子貝で束ねたものを書物として棚に収めていた。統治機関は明らかに複雑でおそらくは社会主義的だったが、この点については彫刻を見ての推論からは格言できない。地元及び都市間で盛んな商取引が行われ、貨幣として刻印を持つ小型で平べったい五芒星型をしたチップを用いていた。我々の調査で発見された様々な緑っぽい石鹸石のうち、小型のものがこの種の効果だったのだろう。都市生活が主だったが農業や畜産業も存在した。工業とある程度の規模の製造業もまた営まれていた。旅行は極めて頻繁だったが、永住のための移動は種族が拡大する際の大掛かりな植民運動を例外として比較的稀だった。個人の旅には古き者どもは外部的な補助を用いなかった。陸海空いずれでも大変高速に動けたためだ。しかしながら荷物は二役生物に引かせた。海中ではしょごっす。後の陸上生活者の間では種々の奇怪な原始脊椎動物に。これらの脊椎動物は他の無数の、海生陸生気生の動植物の、生命形態と同じく、古き者どもが作成した生きた細胞が勝手気ままに。しかし彼らの注意を引くことなく進化した産物であった。それらは他の支配生物と対立するほどのものにならなかったため黙認されていたのだ。もちろん厄介者は機械的に駆除された。最後期の最も堕落した彫刻の中に描かれたヨロヨロ歩く原始的な哺乳類が我々には興味深かった。陸上生活者がそれらを時には食用として、時には慰み者の道化として用いていたのだが、類人猿及び人類の遠い先駆けであることが明白だった。地上都市の建設にあたっては現在のところ古生物学的には知られていない大型の翼を持つプテロダクティルスの一種に巨大な石材を持ち上げさせ、高い塔の上に運ばせるのが一般的だった。古き者どもが自らの耐久力によって様々な地質学的変遷や地殻変動を生き延び、長く栄えたことはほとんど神秘的というべきである。最初に建設された中で始成代以降まで持ちこたえた都市はほとんどないか、あるいは皆無だったようだが、文明と記録は途切れることなく受け渡しされていった。初めてこの惑星へ到来した際の降臨の地は南極海で、それは月の原料となる物質が隣接する南太平洋からもぎ取られた後それほど経っていなかった頃に違いない。彫刻された地図の一枚に従うと、その時代には全地球表面が海没しており、長い期間をかけながら石造りの都市が南極からより遠くへ遠くへと広がっていった。もう一枚の地図は南極点の周囲に広大な乾いた陸地が広がっている様を示しており、試験的な入植が始まっていたことも明らかだ。もっとも、種族の中心地を移動した先は大陸棚の海底だったのだが、後の地図では陸地はひび割れ漂流し、分離したいくつかの部分は北に流れていった。これは近年テイラー、ワゲナー、およびジョリーが提唱した大陸移動説を厳密に支持するものである。南太平洋に新たな陸地が隆起したとき、ゾッとするような事態が始まった。いくつかの海中都市は絶望的なまでに粉砕され、だがそれが最悪の不幸だったわけではなかった。他の種族、タコに類似した姿の陸生種族でおそらく伝説的なクトゥルーが生んだ人類以前の落とし子供が無限の宇宙から落ちきたり残忍な戦争を勃発させ、一時は古き者どもすべてを海中へと撤退させた。陸地への入植が進んでいただけに打撃は大きかった。後に和平が成立した際には新たな大地はクトゥルーの落とし子供のものとなり、一方古き者どもには海と古い土地が与えられた。新たな陸上都市が建設され、その中で最大のものは南極に建てられた。ここが最初に降り立った聖地だったからである。
以前と同じくその時から南極は古き者どもの文明の中心であり続け、この地にあったクトゥルーの落とし子どもの諸都市は見つかる端からすべて撤去された。その時突如として太平洋の土地が再び沈下し、恐怖の石像と知るリエーとすべての宇宙タコどもを道連れにしたため、再び古き者どもがこの惑星における最高の地位を占めたが、彼らが決して口にしようとしないあるものへの一つの黒い恐怖だけは残った。だいぶ後になると、彼らの都市は地球の海陸全体に散りばめられるようになった。出版予定のモノグラフの中で考古学者にピーボディ式掘削装置を用いていくつかの広く離れた領域にわたる系統的な掘削を行ったらどうかと私が進言したのはこのためである。時とともに海から陸へと向かう普遍の傾向があり、この移動は新たな大陸の隆起によって促進されたが、海から全員が引き上げることはなかった。陸を目指す動きの原因となったもう一つの理由が、真っ当な海中生活には欠くべからざるものとなっていたショボッスの飼育及び管理において新たな困難が生じたことだった。悲哀とともに彫刻が告白するには、時代を経るにつれ無機質から新たな生命体を作成する技術が失われてしまい、したがって古き者どもは既存の生命体を新たな鋳型にはめるやり方に依存せざるを得なくなっていた。陸上では大型爬虫類が極めて従順で使いやすいことが分かったが、海のショゴッスは分裂によって繁殖し、偶然拾い集めた知能をもはや危険なレベルにまで高めており、一時は手強い問題を提示した。それらは常に古き者どもの催眠暗示によって制御され、過疎的で頑健な身体を時に応じて必要な手足や器官へと様々に変形させた。だが今やそれらは時として自己変形能力を自律的に発揮させ、過去の暗示によって植え付けられた種々の形態を模倣するようになっていた。どうやら反固定的な脳を発達させたようで、時に頑固で独立した意志作用を持ち、それを通して古き者どもの意志を反映させるようになったのだが、必ずしも常に標準というわけではなかった。これらショゴッスを描いた彫刻の絵はダンフォースと私を恐怖と嫌悪で満たした。通常それらははっきりした形を取らず、粘りのあるゼリーからなる泡がシュームラがしたように見え、球形を取った場合の平均的な大きさは直径約5メートル弱だった。しかしながら、それらの形態と体積は絶え間なく変化し、自らの意思ないし暗示に従って、主人を模した形態の一時的な視覚、聴覚、会話用器官らしきものを突出させた。二畳紀中期、おそらく1億5000万年前頃にそれらはとりわけ手に負えなくなり、海星の古き者どもはそれらを再び屈服させるための戦いを始め、それは紛れもなく戦争と呼べるものだった。言い知れぬ時間の深淵を超えてすら、この戦争の絵や、ショゴッスに惨殺された犠牲者が典型的に示す首のない汚い粘液まみれの姿には不思議に恐ろしい性質があった。古き者どもは分子や原子を上乱させる奇妙な武器を反乱者に向け、最終的には干渉を収めることができた。それ以降の彫刻は、アメリカ西部の野生馬がカウボーイに飼いならされたように、ショゴッスが武装した古き者どもに飼いならされあるいは破壊された一時期を示していた。放棄の際、ショゴッスが水の外でも生きられることが示されたが、この変化は奨励されなかった。陸上での有用性など管理上の面倒からすると到底釣り合うものではなかったからだ。ジュラ紀の間に古き者どもは新たな外宇宙からの侵略という不運にまたも見舞われた。今回は半ば菌糸のような、半ば甲殻類のような怪物どもで、近年冥王星の名で発見された遠隔の惑星からやってきた。この生物は北方で囁かれる丘の伝説に描かれる怪物やヒマラヤで見、ごないし厭わしい雪男と呼ばれる怪物と疑いなく同一だった。古き者どもはこれらの存在と戦うにあたり地球到来後初めて、星間のエーテル空間へと再び打って出ようと図ったのだが、伝統的な装備をすべて整えたにもかかわらずもはや地球の大気圏を離れられないことを思い知っただけに終わった。星間飛行の秘密が何であったにせよ、この種族はそれを完全に失ってしまったのだ。戦いの末、
5は古き者どもを北の大地から完全に追放したが、海の中の古き者どもには全く手を出すことができなかった。徐々に、この古代種族は本拠地だった南極に撤退するようになっていった。注目に値する奇妙な点として、クトゥルーの落とし小闇。5は古き者ども以上に我々の知る物質とはかけ離れた素材からできていたことが戦争画から読み取れた。敵主たる古き者どもとは異なりこれらの怪物は変身能力や再統合能力を持ち、故に怪物どもの本来の住処は宇宙空間のさらに遠方の深淵であったのだろうと思われた。異常な頑強さと並外れた生物としての属性を置くなら、古き者どもは厳密に物質的であり、究極の発生地は基地の時空連続体の中にあったに違いない。一方、他の怪物どもがどこから最初に生まれきったのかは息を殺してでしか思い描けない。無論以上述べたことは、侵略者たちに帰属させられている地球外との連関や帰系性が純粋な神話ではないという勝手な仮定に基づいている。おそらくのところ、歴史への興味と自負心が古き者どもの主たる心理的要素を成していたため、時々帰地した敗北に対する口実として彼らは一つの宇宙的枠組みを発明したのだろう。強力な文化を持ちとなす都市を築いたといくつかの、伝説の中で繰り返し描かれるあまたくの進歩した有力な諸種族について、彼らの年間が触れずに終わっていることは意味深長だ。彫刻されたあまたくの地図や光景が、長大な地質学的年代にわたる世界環境の変遷を驚くほど生き生きと描いていた。いくつかの事例では現行科学の書き直しが必要となるだろうし、一方では大胆不敵な推論が堂々と確認されているような事例もあった。前述の通り、テイラー、ワゲナー、およびジョリーの仮説、すなわち南極にあった一つの原始大陸が遠心的な力によって砕け、深部にある粘性表面の上を漂い去った結果、現在の全大陸ができたのだとする説、アフリカ大陸と南米大陸が相互的な輪郭を持っていること、および大きな山々が鎖のようにうねりをされて持ち上げられている様子から示唆された。この不可解な源から随分強力な指示を得たことになる。地図が示していたのは、明らかに1億年以上前の石炭紀の世界であり、地続きの領域だった欧州。故に悪夢の原始伝説に言うバルーシアも、アジア、南北アメリカ、および南極大陸からアフリカが分離する運命にある部分の裂け目や割れ目が明瞭に認められた。別の地図には、これは我々の周囲に広がるこの死んだ巨大都市の礎石が据えられた時期を5000万年前と見積もる上で最重要な地図だったが、現在の全大陸がはっきり分離した形で描かれていた。発見できた中で最新の標本は、おそらく、世のもの、ほぼ今日の世界と同じものとなり、ただアラスカがシベリアと、北米大陸がグリーンランドを介して欧州と、南米大陸がグラハムランドを介して南極大陸と繋がっている点が異なっていた。全玉を、海底の地形も引き裂かれた大陸も、描いた石炭紀の地図には古き者どもの大石像都市の位置が記されていたが、後の地図では徐々に進んだ南極への撤退が極めて明白だった。最後の先進性の標本では南極大陸と南米大陸先端部以外には陸上都市はなくなっており、南緯50度線以北には海中都市もなかった。おそらくは戦場の幕様翼を用いて、海岸線を研究するための長距離調査飛行を一度行ったほかは、古き者どもの間では北方世界に関する知識も興味もほぼゼロにまで落ちてしまったのが明白だった。山脈の隆起、遠心的な力による大陸の分裂、地震がもたらす陸地と海底の痙攣、及びその他の自然現象に伴う諸都市の破壊の記録はありふれたもので、時代が経てば経つほど、その代わりに建てられる都市の数が減っていくのを見るのは不思議な気分だった。我々を取り巻くこの広大なシセルメガロポリスは種族最後の大中心地だったらしく、全身にあたる一層広大な都市が遠からぬ地点にあったのだが、それは大地のねじれによって跡形もなく消し去られ、後を引き継いで白亜紀前期にこの都市が建設されたのだ。
この大中心地は最高の聖地だったようで、最初の古き者どもが原始の海底に鎮座したと言われている場所だった。話によるとこの新都市には、その特徴の多くを彫刻から見て取れたが、山脈に沿って我々が空から調査した範囲の両端よりそれぞれたっぷり 160km は広がっている。最初の海底都市の一部を構成していた聖なる石材群が保存されているという。それら石材は辺り一面を襲った長い時代にわたる地層の終局の過程で隆起し白日の下にさらされたわけだ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。